皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました鈴木秀則です。私が社会人になったのは1987年、今から30年弱ほど前のことです。その後私は一貫して資本市場、あるいは証券市場、そして資産運用の世界で、キャリアを積んでまいりました。今日のテーマであります社会人になってからの留学経験ということに関して申しますと、1992年から1994年間、当時勤めておりました信託銀行からの派遣ということで、アメリカのノースカロライナ州にありますデューク大学というところで2年間 MBA のカリキュラムを学んでまいりました。非常に鮮明に覚えているのは入学式のことですが、一人非常に目立った学生がいました。風貌はまるで学生というよりも教授というような、アメリカ人で、まあ、年の頃は40半ばぐらいだと思いますが、もうその頃から髪の毛がもうほとんどなかった。どうして髪の毛がないんですかっていうようなことをちょっと聞きますと、実はいつもヘルメットをかぶってたからだというんですね。なんでヘルメットをかぶってたのかな、日本で言ったら、まあ、建設現場なんかなのかと思うんですけど、実は彼は原子力潜水艦の乗組員で、だからヘルメットをかぶって、だから髪の毛が少なくなってしまったということなんですが、実は私が留学した92年から94年、その前に何が起きたかというと、90年ですかね、東西ドイツが統一、91年にソ連が崩壊ということで、長く続いた米ソの冷戦が急速に終結した時代にあたります。アメリカには多くの軍人の方がいらっしゃいますが、その中にはそれを契機に第二の人生を歩み始める方も多かった。まあ、その中の一人が彼だったということなんですけれども、まあ、私のビジネススクールでの最初の印象深い出来事というのはこういうことで、国際社会の変化というのがどのように一人一人の人生に影響していくのか、そんなところから私の留学生活は始まりました。今日は大学高校の留学と社会人になってからの留学の違いということが一つの大きなテーマですけれども、私はそこには2つの大きな違いがあるというふうに考えています。まず一つは経済的に自立している人間かどうかということ、そしてもう一つは人生あるいは人間の軸ができている時期かそうじゃないかということです。一つ目の経済的に自立できているかできていないか、これは要するにお金の問題です。大学時代の留学、これは多分ですけれども多くの方は、親御さんにお金を出していただくのではないかなと思います。また日本にいても海外にいても学生であることに変わりはありませんので、働いているわけではないので、お金を稼いでいるわけではありません。しかしながら社会人になってからの留学になるとそこが大きく違ってきます。お金は自分で負担しなければいけません。授業料も滞在費も相当な規模のお金がかかります。同時にもし働いていれば稼げたはずのお金、それも放棄することになります。要するに二重の意味で経済的な負担を確保して、その上で貴重な時間を勉強に向けると、要するにそれだけの覚悟がある人が集まってくる学校であるということです。そのように真剣に再び勉強することに向き合う人たち、そういう人たちと意見交換をしてぶつかり合うこと、そこから得られることが社会人になってからの留学の一つの大きな特典ではないかなというふうに思います。そして2つ目、これは自分の軸ができているかできていないかということです。自分の軸というと非常に大げさな言い方になりますが、社会人になってまあ2年から3年4年ぐらい経つとだんだん見えてくるものがあります。例えばそれは自分の会社の将来であったり、あるいは自分の業界がどんなものであるのか、細かいところに行くと自分はこの会社で、あるいはこの業界でどこまで活躍できるのか、あるいはどこまで出世できるのか、そんなことがおぼろげながら見えてくるのが年齢でいうと30ぐらいではないかなと思います。そのぐらいの年齢の人間が、しかも先ほど申し上げたように真剣にもう一度勉強しようとし直そうという人間が集まってくるのが社会人の留学ということになります。その
軸、これがそれぞれの人の個人の軸になるわけですけれども、そういった違った経験を持った、違った軸を持った者同士が真剣にぶつかり合う。そこから生まれてくるものがあります。それぞれの軸、自分の軸、他人の軸、それぞれ違った軸を意識しながら、勉強を進めることになります。例えば、こんな例があります。私の同じ学年に、ブラジル人の夫婦、2人で MBA の資格を取りに留学にしてきた人がいます。MBA の留学、結構お金かかるんですね。夫婦で来ると相当な負担になると思います。日本では、夫婦で MBA を取りに行くなんていうことは、当時全く考えられませんでしたので、かなり私にとっては驚きでした。また、いろいろなコミュニケーションを取る中で、よくアメリカ人の男性連中と、お酒を飲み交わしたものなんですけれども、そうすると必ず出てくるのは、どんな人と結婚するのかと、まあ、多分それは皆さんも同じじゃないかなと思うんですが、そんな中で出てきたのが、アメリカ人の男性と話していると、必ずと言っていいほど、自分の結婚相手は、それなりの経済力がある人を選ぶよ、自分と同じぐらい金が稼げる人を選ぶよ、そんな話を聞いて結構びっくりしたものでした。今だったらもうそれほど不思議なことではないかもしれませんが、当時の日本ではお金を稼ぐのは男の役目、結婚相手の女性に経済力を求めるのは奪えない男だと、まあ、そんなような見方がありましたので、私は非常にびっくりしたことを覚えています。というような考え方が一つ一つ軸の違いになります。また軸は業界によっても違います。例えば私がいた金融業界、当時はまだまだ終身雇用というのが一般的でした。しかしながら同じ日本でも IT 業界では終身雇用を信じる人は相当少なくなっていました。その後起きた山一ショックで金融業界の終身雇用も大きく崩れてしまったので、まあ、見方によっては IT 業界の方は先見の明があったと、そんなことも言えるのではないかと思います。このように国によって業界によって軸というものはそれぞれ違っています。そういった軸の違う者同士が真剣に勉学に向かい合って意見を交換し合う、それが社会人になってからの留学の大きな意味ではないかと思います。そのようなぶつかり合いの中でより相手のことを深く理解することができ、そしてそれがその後の長い付き合いにつながってきます。例えば去年の末に年金業界の集まりがあって200人ほど人が集まり、私も登壇をさせていただいたんですが、その中に留学時代の友達が実は2人もおりました。また先週ボストンから資産運用関係の人が2人ほど私の会社に訪れてきたんですけれども、まあ、その中の1人は私の大学の後輩だということが分かりました。そんなつながりができてくるのが社会人になってからの留学の意味ではないかなというふうに思っております。このように大学時代の留学と社会人になってからの留学ではかなり質的に違うものがあります。皆さんの中の多くは、これから留学を目指している、あるいは留学を終えてきたという方もいらっしゃると思いますが、社会人になってからの留学というものは今申し上げたようにまた違った経験を皆さんにもたらしてくれると思います。いろいろ難しい点もありますが、ぜひ、皆様も社会人になってからも、留学できることを機会を探りながら、チャレンジを続けていっていただければと思います。今日は最後までご清聴いただきましてありがとうございました。